あれ？ジャコちゃん、あさって里親さんのとこに行くというのに、君はこんなとこでダラダラ寝てていいんですか？いいね、ね、なんかずいぶん濡れてるよなんか毛づくろいいっぱいしたね。毛づくろいってさ、普通あんま、ね、濡れないんじゃないの、こんな風に、うん、あと乱れっぱなしって何かな、うん、キレキレ、袋ってないじゃんね。え、キレキレにするはずだよね、ちゃこしゃん。まあ向こうに行ったらお姉ちゃんいるからね、してもらえるといいね、毛づくろいね。はい、晩ご飯前の運動の時間ですが、実はついさっき、はい、ちゃこちゃんは自分からケージに戻ってご飯を食べました。お昼に出したご飯を今食べましたでもウェットはさ、先に食べたからね、そうですね。そしてシアン君ですね。シアン君はこれから出ますが、実はですね、お腹がまたちょっと緩いのをしました。ですね、カリカリはカリカリだけの時はすごく健康になり、ウェットの缶詰を端から試しているところですが、最初の缶詰でヒットしたようです。ということでまた、一度ですね、カリカリだけに戻して健康な状態になったら別の缶を試してみます。シオンくんの体で実験してみてるみたいで申し訳ないんですが、健康維持のためですので、シオンくんお付き合いください。シオンくんの体でしかわからないそうなんですね。シオンくんのお腹ってくだらないよ。はい、まああの元気そうにしているのをちゃんと確認しながらやってみますのでね。はい、お腹もね、お腹もパンパンだね君。とにかく体が筋肉で出来上がっています。うん、すごい健康的、はい、もうさ、もしかしてラブ君よりすごい、今は多分向こうでケージの中の生活してたからね、ラブ君太っちゃったかもしれないよ。太らなそうなタイプだけどね、っていうか太ってなくてもシオン君の方が多分すっごい筋肉質だと思うよ。だってこの肩の感じとか。はい、じゃあちょっと遊んでおいで。ちゃこちゃんはあの出たがるかなと思ったけど、どうやら眠いみたいだからちょうどよかったです。じゃんくん、シオンくん、しおんくんはちゃこちゃんと一緒じゃなければ意外とまったりここでこういう風になります。それもそうだし、でもちゃこちゃんがいないと、ちゃこちゃんがやっちゃうって、後でなんか見てるっていうことが多いのね、結構、一緒になったらすることもあるんだけど、自分でしてた。カーテン登って外したりとか。なんだって。中に入って。シアン。はい。はい。はい、はい、で。髪の毛を噛み上がったシアン君、シアン君、シアン君、
ほら、ジャン君と同じスタイル。歯磨きもできるんだね。歯磨き、できそうだね。あ、なんかね、ジャン君より牙が長い。見てもらう。いや、もう種類が違う感じがする。確かにね、ちょっとシアン君より、ジャン君の方がほっとり、なんか体つきのなんか、柔らかいっていうか、あ、大丈夫？ちゃんにだけウェットが振る舞われました。シオン君来ちゃった。シオン君は食べられません。シオン君ごめんね。シオン君はお腹の調子をもう一回戻すためにカリカリのみとなりますね。はい、チャコちゃん、チャコちゃんもちょっと待ってね。はい、ちょっと待ってね。シオン君来ちゃった。ごめんね、お待たせでね。チャコさん、おいで。おいで。はい。久しぶりにここで食べる感じだね。うん。ここで食べ終わったらカリカリ入れるね。カリカリあるから気をつけてね。え、あんたちゃん出る？あんたちゃん出る？お待ちかね。あんた、たーりくんさんね。あれ、僕のウェットはって。